サム、ダイハードマンだ。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームではシャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ、自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。その端末画面でブリッジズが管理している様々なデータを閲覧することができる。君の権限の範囲内ではあるが、情報収集に役立ててくれ。サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデスストランディングについて研究を続けている。ルームスや機関車も対象だ。シャワーには付着したカイラル物質の除去効果がある。カイラル物質はホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こす。さまざまな恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動に及ぶこともある。君も知っているように、ルームスもカイラル汚染の症例の一つなんだ。カイラル物質を除去するだけでなく、君の体液や老廃物、血液や排泄物、髪の毛や爪など、シャワーで流された成分を採取しているのはカイラル物質の含有量チェックが目的だが、君の体調管理のためでもある。さらに機関車である君の体質を分析する目的もあるんだ。はじめまして、じゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママ。改めてよろしくね。それはストランドと呼ばれている。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て、より糸にはあなたの血が染み込ませてあるわ。サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに BB のチューニングはしておいた。だがあくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。 BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。疲れたか。スーツはカイラル物質を洗浄してここで管理される。オレンジは死体処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。どうだ、手を貸してくれるか。カイラル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。
俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのはあくまでもアメリを助けるついでだ。ああ、いいかサム、アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。君が見たアメリア・ブリッジズのメンバーは皆ローカルデータをもとに再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続し、カイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて総合超大容量ゼロ時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も、 DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろん、カイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した。一度だけじゃない。あんたの血に効果がある？そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。わかった、よく調べてみよう。聞こえるか？パパだよ。
サム、大ハードマンだ。当面の目的はカイラル通信をポートノットシティまでつなぐことだ。だが一度につなぐには距離が遠すぎる。まずはいくつかの中継点となる結び目をカイラル通信で一つずつつなげていく必要がある。最初の結び目はブリッジズの中継ステーションだ。早速依頼を確認してくれ。必要なものを配送しキューピッドを接続してくれ。サム、依頼の概要のところに注意点を書いておいた。しっかり把握して配送を頼む。サム、ブリッジスからの支給品としてはしごとロープを用意した。どちらも急な斜面で役に立つが、はしごは川にかけて橋として使うこともできる。どの荷物をどうやって持つか、ここでよく考えてほしい。依頼が受注されました。スキャンを開始します。いってらっしゃい。サム、装備の使い方はわかるか？サム、誰かが立てた看板が見えるか？君も立ててみるといい。後から来る配達人たちへの道しるべ、警告、励ましにもなるだろうな。サム、他の配達人が落とした荷物を見かけることはないか？一度落としたら回収するのも命がけだ。そう誰にでもできることじゃない。もし荷物が落ちていたら、可能な限り回収して送り届けてほしい。サム、私ママよ。配送中の荷物には全てブリッジズが管理する ID タグがついているの。あなたの肩のオドラデクは荷物センサーとしても使える。荷物の ID タグを感知するの。荷物を見つけるにはオドラデクを使うといいわ。頼むぞサム、どんな荷物であっても受け取り人はいるんだ。荷物が届くのを待っている。
サム、トキウに長時間さらされると荷物ケースが劣化してしまう。トキウが降っている場所には長居するなよ。はしごを使ってみてくれないか。そうやって君自身の感覚ではしごの使い勝手を試してみてくれるとありがたい。
開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。ありがとう。セントラルノットが消えて不安だった。ブリッジズやアメリカ再建計画は大丈夫なのか心配だった。オキシトシンがあればストレスは抑制できる。また仕事が続けられる。確認するよ。助かった。ありがとう。納品も完璧じゃないか。中継ステーションは運営できる。第二次遠征隊のことを聞いてないか。ボイドアウトで全滅した。なんだって、あの爆発か。まさかあんたが一人で行くのか。ただの配送なら誰か一人でいい。それなら時々来てくれる。第二次遠征隊は西までキューピッドをつなぐんだろ。俺たちはここで3年間第二次遠征隊を待ってたんだ。それがあんた一人なんてことだ。そうか、じゃあもしかしてあんたがキューピッドを持ってきた。おい、そうか、本当なんだな。ついに完成したのか。そうか、だったらあんた一人でもなんとかなるか。とにかくこれはすごいことだ。早速頼む。ノットシティと繋がった。驚いたよ。本当にアムリが言った通りだ。おかげでここも本来の運営ができる。あんたこのまま西？それはみんな喜ぶに違いない。大陸の果てまで行くんだな。じゃああんたはアムリに会えるってことか。偉いことだ。それは偉いことだな。
遠征隊でホログラムのアムリのメッセージを聞いただけだからな。それはそうと、この先に物騒なのがいる。遠くから見た限りだが、数人の集団だ。とにかく気をつけてくれよ。ありがとうサム。私がいるキャピタルノットシティと今君がいる中継ステーションがカイラル通信でつながった。この先はどうなってる？西には第一次遠征隊が設置したいくつかの施設がある。さらにその先が当面の最終目的地ポートノットシティだ。かつて初のボイドアウトでできたクレーター湖に面している。このポートノットとキャピタルノットをつなぎたいんだが、そのためには途中にあるブリッジズの施設を中継していかなければならない。ポートノットとキャピタルノットは距離がありすぎる。カイラル通信運用のために中継すべき施設は配送センターと風力発電所だ。そこでまずはこちらの配送センターをつなごう。ここに運んでほしい荷物もある。その配送端末で受注してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は。サム、君の功績だ。カイラル通信がつながったおかげで本部に集積している機材データを使って機材を出力できるようになった。使ってみてくれ。サム、お疲れ様。誰かの落とし物を持ってきたのね。落とし物はここから届け出できる。落とし物を届け先まで運べないときは配送荷物を託すから誰かに託すことで、残りの工程を他の配達人に託すこともできるわ。多くの配達人の手を渡っても届け先に到着すれば、依頼人の感謝があなたにも届くはず。荷物を納品します。その建設装置でポ。依頼が受注されました。